皆さんこんにちは、ミミィのマイレシピです。私はいつもシフォンケーキで不思議に思うことがあります。今は網で焼いてるけど、うちのオーブンの鉄板に乗せて焼いても失敗しないのかなって思うんだよね。はい、それではなぜそういうふうに考えるかというと、底上げの原因としてしばしば言われているのがこちらです。オーブンでの焼き方になります。はい、こちらまず下火が弱いまたはない、こちら鉄板で下火を遮ってしまう、底の部分に熱がうまく行き渡らずに生焼けのようになって底上げになる、そういうふうに言われています。結局うちのオーブンの鉄板で焼くとちゃんとできるのかってことでやってみたいと思います。ってことで今回のレシピ、はい、検証用でいつも使っている鉄板のレシピでございます。まず失敗したことがない、作りやすい、今回はこちらを作っていきたいと思います。はいはい、こちらがうちの鉄板になります。他のお菓子には使うけどシフォンケーキには全く使わない。それどころかこの網、100均に売ってた鍋かなんかに敷くやつ、これもめっちゃないと困るわぐらいな現状ですね、今んとこね。はい、そしてよっこらして、これですね、今回一応ルールみたいな感じ、まあ、うちのオーブンのね付属の鉄板使います、当たり前だけど。そしてね、余熱の時に鉄板は入れないです。はい、それではね今から作っていきますけど、ちょっとですね今回この卵白をですね凍らせとこうと思いますね。周りがシャリシャリするくらいなんですけど、ただいま夏なんですね、本当にすごいめっちゃ暑いです。室内も相当すごいので、生地作りによる底上げというのをなくすためにも、まあ、鉄板のレシピで失敗はしないけども万全を期したいと思います。はい、それではいつもの作り方ですね、超特急で作りますんで任せてください。一回自分でやって何も起こんないって分かったら、もうどん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 やっちゃってるこの頃、結構大丈夫だよ、 100% 大丈夫とは言えないけどね。はい、できました。はい、よくありますね、普通な感じね、こういう風にね、こういう風に乗せて、じゃあ焼いてみたいと思いますみたいなね。はい、じゃあ焼いていきたいと思います。すごいちゃんと膨らんできたね。結構10分で下の鉄板も温まって、シフォンの中にも熱が入ってるってことなんじゃないねえ。でもあれなのよ、網で焼いてるからさ、もうちょっと下なんだいつもは。それが結構上にあるもんだから焼き色がついてるような気がするな。はいはい、結構膨らんできましたね。そしていつもは網の上なので高さがちょっと違ってですね、ほとんど真横からしかも映せないんですけど、なんて言うんでしょうか、普通と変わらず焼けてますね。そうなの？なんか鉄板でやるとなんか本当にね、循環してる熱があんまりそこに行き渡らないような気はするもんね、本当ね。でもこれちゃんと焼けてるな。はいはい、筒が見えませぬ、こちら行っても見えませんね。まず高さが違うんだよ。なんか今までって勝手に網に乗せて焼いてたじゃない。そうするとほら、このオーブンの鉄板の位置っていうのかな、違うんだな。ってことは焼け方も違うってことでしょ。そうなんだよね、本来のこのオーブンについてる鉄板で本来は焼くようにできてるはずなんだよね。でもまあ無事に膨らんではいるけど、これあれね、膨らみすぎるとあまり良くないっていうのは自分でもずっと言ってますけど、これ筒見える？あんまり寄りすぎ？ちょっと待って、見え、ギリギリ？いや筒超えてるよね。いやいや筒超えてるみたいね。ちょっと膨らみすぎかなって思うな。これは私がマイレシピでいつも使ってるやつで、さらには検証でも使ってる鉄板のレシピでね、失敗しないのよ。それでもこんなに膨らむ？すごいね。
この肌綺麗ね、肌ツヤがいいね。今回のシフォン、肌ツヤいいね、いいね。なんか可愛いね。可愛いんじゃない？はいはい、そろそろいいと思うんですよね。ただね、これそこもね、もしかしたらなんかこういろいろ合ってるかもしれないけど、今回上だよ。熱源に近すぎてね、めっちゃ焼き色が濃いような気がします。これ焦げてんじゃないの？もしかして盲点だったね。これね、鉄板で焼くとね、上が焦げるっていうね。これ、ね、そこも上もちょっとなんかあってそうで嫌だね。はい、皆様焼けました。ちょっと落ち着いたんですけど、結構綺麗なんですよ。すごい膨らんだから、ちょっとなんか合ってるかもしれないんだけど、この表の見た目はね、結構綺麗。これ私検証の中でもよく言うけど、表が汚いと結構トラブルあってんだよね。ってことはこれめっちゃ綺麗なんですよ。案外いい焼き色にね、収まってんの。はい、それでは撮ってみたいと思います。あ、ちょっと待って、これ何にもなってないんじゃない？え、そうなの？ちょっと待って、鉄板あんなにヒヤヒヤの鉄板の上にシフォンの型乗せて焼いたら焼けるの？ちょっと待って、本当に普通に焼けてるよ。まあ、この型出しはねボロボロなんですよ。もうそこはいいでしょ。もうね、私下手なんだもん。下手ですよ。ええ、皆様一応ね、そこもね、そりゃねきっちりくっついてんのよ、ほら、全部がさ。だってどこもへこみがないもん。はい、それでは今回ですね、綺麗に焼けたんですけれども、まずどのような感じでやったかというのをおさらいしたいと思いますね。鉄板予熱はしない、冷たいままの鉄板の上にできたシフォンの生地を入れた型を乗せて、予熱済みのオーブンへ入れて、そこから焼きました。焼きの温度はいつもと変わらずに焼きました。こんなに上に行くと思わなかったから、180度10分やっての170度で焼いてって感じにやっちゃったんだよね。だけどね、焼けたよ。綺麗だったね。焦げるかと思ったけど、そんなことなかったな。はい、ということで、鉄板の上にシフォンケーキを乗せて焼いても失敗しないのかな。答え、普通に焼けちゃいました。今回のやってみたシリーズ、鉄板の上に乗せて焼くとどうなるか。私はね、本当にね失敗すると思ってました。底上げすると思ってた。うちのオーブンだと弱くなるのかなと思ってたから、これがね分かっただけでもう本当にね、ちょっと得した気分です。今回みたいにシフォンケーキあれやったらどうなるのかな、これからもどんどんやっていこうと思ってます。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。